ちょっと不思議に思っていましたが、これもち麦なんですね。田んぼ、他の田んぼを見るとまだ稲がこう実をつけて垂れてるっていう感じないんですけど、ここの畑だけ実をつけてたんで、なんだろうと思ったんですよ。そしたらもち麦ですね。旭川さんもち麦だそうです。北栄農場さん、すごいですね。結構広大ですね。どんな味がするんでしょう。ぜひ食べてみたいです。それでは。